こんにちは、ゆうです。パザのお時間です。はい、京都の方、おめでとうございます。お久しぶりでございますね。今日、無課金サバカ芝居までやっていきたいと思います。昨日ね、本当にちょっと朝からちょっとまあ用事がございまして、予定がございまして、そっからね、ちょっとメインアカウント、ね、ガチャ更新待機、あ、配信お楽しみにしてくださった方、本当すいませんでした。できなかったんですよね。それより早めに10時ちゃうわ、用事があって、10時と用事間違ってた。はい、その代わり、今日はね、ちょっとでも気圧えぐない最近。はい、こんな感じで、今日は佐渡ヶ島犬のもちろんこちらですよ、巡っていく呪術廻戦コラボですね。はい、こちらもね、ガチャ引き手滑舌は相変わらず悪いの巡ってますわ。はい、僕も、ちょっと引いていきたいと思います。そうね、呪術がね、このアカウント、はい、オールんとこ、ごめんなさい、メールからガチャ引いて裏梅出たの忘れてました。誰もええへんわってオチにしようと思ったら、裏梅メールから引いてました。はい、もうそれだけなんで、はい、そうですね、まあガチャちょっとクエストもね、ちょっと時間の都合上1から10枚しかまだできてないんですけど、そちらで、68個で9回ですね。はい、9回、領域展開してまいりたいと思います。それではエネルギー吸収アリーナ。はい、無料配布、68個でございます。はい、こちらね、ちゃんと無課金継続中でございますね。一応ね、はい、こそっと維持回収等々はしてたんですけどね、毎日こう動画視聴魔法素敵ゲットとかしてたんですけどね。はい、それでは本当に何もないんでね、もう魔法石7個、じゃあ呪術廻戦コラボの、まあ、呪術の石の方で説明してどうすんねんですね。はい。これで、ちょ、昨日ね、動画に音声何も入ってなかったんですよ。お、ミワちゃんですね。ちょっと待って。新影流、寛容域。これ僕、メインアカウントのね、新影流寛容域の誰でしたっけ、僕。原作ちょっとだけ見たんですけど、五条の勝ちだって言った人やったっけな、あの方が欲しいんですよね、僕。CV、ミキさんなんで、ロックオンスタラトスとか、僕、めちゃくちゃ大好きなんで。お、これ、矢川学長でしたっけ。僕ね、こんだけ呪術の知識あるように見せかけてますけど、ゴリゴリのにわかですからね、はい。むしろゴリゴリのにわかなんで、はい。そんな詳しいことわかりません、ほんまに。アニメ、はい。おい、来た、にわかで、ゴリゴリのにわかですって認めたとさ、はい、これが縛りですね。縛りから、メイメイ。メイメイさんとか、これあれですよね、ミキさんですよ。私のために死んでくれるかい？それはちょっとできひんけど、まあ、マリュウさんとか、まあ、代表作で言えば、セーラームーンのことですよね。あと、相棒とかにも出てはったんじゃから、あれ、仮想研の女か。忘れましたけど。全然喋ってないね、はい。それだ。はい。喉乾いた。おい、来たー。なんか前もこれ、ちょっと、喉潤したら出へんかった。喉潤さないと出へん縛り？これは来たー。来たで。呪いの王が、来ましたねー。マジか、ちょっと、なんか前もちょっとさ、水飲んだらなんか、家の出た時にありませんでした。水っていうか、喉が落ちたら。びっくりした。さあ、あと5回ですね。はい、行きましょう。なんだかんだ、はい。僕もその、声優さん好きな方が多いんで、その、ゴリゴリのにわかですけどね。もう本当嬉しい。で、また割れてくれるでしょ。これどうする?うえぇ、これもう中村祐一さんも大好きなんですよ。術式反転。ああ、ごめんなさいね。邪魔な声混ぜてすみませんね。こっちも聞きましょうか。挙式紫。はい、挙式紫。はい、それだ。このアカウントでもランダム用事あんまないですけどね。はい、用事ないことにしてます。はい。それだ、あと4回ね。はい。ちょっと待って、ほんまに喉乾いた。喋りすぎて久しぶりね。ちょっと、そう。え、今回来てますね。
おい、ランダン用事ない言うてちょっと意地悪か。術式反転赤、こっちの方でいい。あれ、こっちの方、こっちの方、挙式紫、こっちの方、こっちの方、こっちの方、挙式 200% 挙式紫の方。それではあと3回ですね。はい、 OK。 3で消えます。どういうことやねん。おお、今回結構割れましたよね。あ、そっか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 、ほとんどサイデアじゃなくて、あの割れるレア。全力でお兄ちゃんを遂行する。責任躍動、あの全、あ、ごめんなさい、かぶっちゃいました。はい、サイ、全力でお兄ちゃんを遂行する。もうこれね、めちゃくちゃ大好きだね。リリーマーセナ少尉のちょっとあのユニコーンガンダムのなんですけど、声優さん同じで僕大好きなんですよね。はい、あと2回ですね。はい、2回で、国戦行きましょう。はい、うーん、これ最後ポシャルパターンやめてよ、やめてよ。あ、マキさん奇跡会、奇跡会両奇跡会ゲット。マキさんね、マキさんがね、あのまあ、まあ、まあアニメ勢の方がいらっしゃるので、もう何とも今言えませんが、はい。これを使うのは胸クソ悪いけどな。胸クソ悪いけどな。あ、ごめんなさい。悪いけどなって、あの悪いけどなって、ちょっと地高よれみたいになっちゃいましたけど、はい。それではこれで、ね、ラストですね。ラストね、見せ場作ってよ。頼むよ。あ、ちょっと待って、そんなとこで見せ場作らんでいて。パンダ。ちょっと待って。ガッツポーズしてへんよ。あれさ、これ、録画ソフトのね、都合上出ちゃうんすよね。俺はお前を手伝うぜ。いや、手伝ってもうたけどね、録画ソフトに。パンダの引きで締まるのはちょっと締まり悪かったから、よかったけど。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、上からですね、ちゃっかりガチちょっと引いてまして、ロイノチアグリゲート。で、このシーンフェス限か、オクトレイがね、出ましたね。はい。あとは、そうですね。それぐらいかな。3、4ほとんど引いてないかな。ログインスタンプしか。で、裏梅、ミワちゃん、ギャー学長、メイメイ。これですね。本当に。図が高いな。図が高いな。はい。OK。で、五条先生、五条先生。このアカウントでもランダンやれと。ランダン配信やれと。そんなことはいたしません。はい。さて、皆さん、はい。ちょっとね、一日遅れになっちゃったんですけど、はい。この絵で、無課金サバカ柴山のガチャ動画は終わりと思います。見てください、皆さん。ありがとうございました。ここら辺でお開きにしたいと思います。って言ってましたね、いつも。はい。もしよろしければ、もしよろしければ皆さんのガチャ結果や、呪術回戦の、まあ、最終話終わったんで、30日、感想など、はい。僕ね、呪術読んだ方がいいよとかね、アニメ楽しみな。アニメの見どころとかね、教えてくださると嬉しいです。あと、交換しておいた方がいいキャラとかね、教えてくださると嬉しいです。なんで、呪術の感想、呪術最終話の感想やね。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。あ、よければ、概要欄にある、SNS 一覧とチェックしていただければ嬉しいです。はい。それでは、バイバイ。